11月22日の日曜日、牛久運動公園体育館メインアリーナにて、第12回牛久カッパドッジボール全国大会 2015JDBA 公演カラーコート選手権が開催されました。ようこそ牛久へお越しくださいました。北海道、そして静岡まで、今日は皆さんの力がこの牛久へドッジボール大会が牛久で見れることを、私牛久市民としても大変喜んでおります。ドッジボール大会を通じて子どもたちの健全育成を図り、さらに開催地である牛久の地域性特性を生かしつつ大会を開催することで、文化と心の交流を深め友好関係を図ることを目的としたこの大会は、全国各地から集まった強豪チームによる熱戦が展開されます。男女混合の部で参加32チーム約1000人が牛久に集結しました。試合はすべてカラーコートを使用、予選リーグによって順位を決定し、決勝トーナメントを実施します。我らが牛久市からは牛久カッパーズが出場。では試合の様子を少しだけご覧ください。残念ながら決勝進出とはなりませんでしたが、皆さんお疲れ様でした。それでは最後に決勝トーナメントの試合を少しだけご覧ください。
皆さん取材にご協力どうもありがとうございました。大志君に今ドッジボールの応援の意気込みを体で表してもらいます。大志君ありがとう。板倉ファームです。シオンケーキ販売しております。今日は県外、遠くの方からね、いらしてる方々がほとんどですので、お土産として、牛久の粉で作ったシオンケーキをお求めいただきたいと思って、はい、牛久観光協会のブースに参りました。カッパのあれがします。はい、どうぞ。来る豆です。味噌です。チョーです。3人合わせて牛久観光協会です。おすすめ商品をお願いします。はい、うちは自家生産した落花生。落花生美味しそうですね。甘いです。甘いですか。甘みがある。美味しいです。美味しいです。お隣は、はい、味噌です。20年味噌最近ご好評いただいております。漆黒の味噌ですね。味噌ですね。マクロケの味噌。あ、こっちだ。大丈夫ですか。マクロケの味噌です。はい、美味しそうですね。はい、コクがありそうです。はい、こんにちは。こんにちは。シフォンケーキとシフォンカステラおすすめです。はい、こちら、おだまいの米粉と、夢シフォンって小麦粉を使ってふわふわになっています。美味しそうですね。たくさんのお客様いらしてらますけども、意気込みをお願いします。せーの、頑張るぞ。頑張れんの